どうしてもわからないのが毒針を打ったって食べちゃった打ったっていう人を日本国政府とかマスコミは1億人以上いると言ってますけどそれは嘘だと思うんですよ嘘だってなんかやっぱり聞くと分かってる人多いから実際はね1億2000万いるとして4000万ぐらい特に都市部を中心に 毒針は食べてないと思うんですけどそのうちまあ有権者が3,000万ぐらいいるとしてそのね自分が思うにはやっぱり分かってる人たちだからもう2,000万人ぐらいは賛成党に分かってて入れていいんじゃないかと思うけど実際今度入るのも多分300万票か400万票か分かんないけど。 その1割も満たないぐらいの感じなのかなみたいな思ってます。で、そこはね、わかんないんだよね。これ真面目に。ある程度やっぱり特売で食べちゃダメだよってわかるぐらいの人だから、ああ、わかったで、ね、やっぱりそれなりに知的水準も高い人はっきり言って。 じゃなくてもほんのりもわかる、もっと賢い人は毒針食べてないって書くてやっぱりそれなりに自分でも勉強したら選挙行くとしたら賛成とに入れなきゃいけない入れるとしたらじゃなくて入れないといけないってわかると思うんだけど実際そうなってる人ってその本当に分かってる人の1割とか2割なのかなと思うところで。 ななんんで賛成党に入れないいだろううなはこの選挙公約見てもまあ本当はね参政党も毒針のことを優先的に書きたいと思うんですけどやっぱりそこを書けないっていう空気があるからまあ公約の中3つの決意と7つの行動のうち7つの行動にも あくまでも4番目としてただスペースだけは大きくして行動4毒針薬害問題を等を挙げて追及し被害者救済の申請の負担軽減と審査の迅速化って書いてるだけでまあねここはね本当に賛成と目撃読んじゃってるところはあるからまあそれはそれとして。 まあごめんなさい、本題はなんで目覚めてる人が参政党に入れないんだろうっていう、そこは分からない。で、選挙、そこは分からないね、自分なりの答えがあるかっていうと、答えも正直思いつかないっていうのが正直。で、意外と前回の参議院選挙の時は、全部の選挙区に候補立てたりしたけど、今回は選挙を立てて、 ない小選挙区もあったりして、仕方がないからどこ入れようみたいなところで、まあ、ここに入れるんじゃない、仕方ないんじゃないかとか、あとは日本を一人を入れても、まあ今回あの化けの皮がはぐれたけど、飯山狩さんのおかげでね、すごいね、あのお姉さん。今回の選挙の最大の立役者の一人だね、という感じします。で、本当にわからないのは、 自分は賛成党に入れるけど、なぜ目覚めた人、毒針を食べてない4000万のうちの有権者3000万人が賛成党に2割ぐらいしか出ないのが本当にわからないです。ではね、自分は賛成党にちゃんと投票します。